どうも、チャトチューンチャンネルでございます。2023年になって、ちょっとしばらく経過しましたが、セミリタイア生活もこれで9年目となります。9年前の今頃ね、朝から晩まで働くのがどうかな、みたいなね。クライアントの顔色を伺ってやる仕事って、なんだかな、みたいな感じでですね、思い切って、そういった仕事を辞めてですね、セミリタイア生活突入して9年です。9年経ちました。今現在はですね、大体月3日ぐらいですかね。仕事は、3日ぐらいの仕事で、コツコツ不労所得を積み上げてってね、それで今現在生きているということでございます。収入と支出の差を最大化して、その差額を投資とかに回して、その利回りを享受しつつ、生活費をギュギュッとね、圧縮してね、こんだけかかった生活を費用こんだけに下げてね。ほんで、この不労所得プラス何かこうゆるい仕事ね、月3日ぐらいのゆるい仕事のわずかな報酬を合体させてですね、楽に生きていける仕組み作りを作りまして、なんやかんや9年生きてます。9年生きられれば、この先も継続する可能性っていうのは高いですよね。1年ぐらいだったらね、破綻するかもしれませんが、もう9年経ってこういった生活が当たり前で、来年もね、この生活は維持できるだろうというような、見通しは立ったかなって思ってます。おそらくこれは来年も再来年も続くことではないかなと思います。なんせね、こういった仕事なので、基本的にはね、来月の保証とはありません。保証ありません。来月も会社に来てくれとかいうのはないんですよ。フリーランスですからね。でも、仕事があるということでね、そして利益は入ってくるというような感じでですね、生きてきました。9年もやると、もうこの生活が当たり前でございます。朝起きても会社に行くことはございません。出勤もありません。僕がガソリンを入れたのは去年の10月が最後です。それから車のガソリン補充しておりません。っていうような状況なぐらい、引きこもってます。たまにね、散歩に出たりはしますが、歩きか自転車で、車にはもう乗りません。前回、免停にもなったし。そうだ、免停になってね、運転者、なんだっけ、試験だっけ。そんなの受け、たっきり乗ってないですね、車ね。シミュレーターで運転しただけですね。そういえばね、別にいっか、みたいな感じでね、やっておりますが。そうですね、ストレスは、そういう意味のストレスっていうのはないんですよ。例えば、会社に行ったら嫌な上司とかね、クライアントに理不尽な仕打ちを受けたりとかっていう、そういったことは、そういうストレスはないです。あるとすれば、漠然とした不安ですか。将来、続くんだろうかとかさ、そういう不安があるんでしょうね。で、一応、投資もして、ぼちぼち資産も増えてね、あるけど、いくら資産があっても不安っていうのは拭えないっていうのはね、これはなんでだろうってね、1円も貯金がなかった頃は平気だったのに、逆に資産を持つことで、そういう不安が湧き起こっちゃうっていう、この不思議。っていうような問題はあるかなと思います。そんなもんですかね。好きだった趣味はね、今ここにもありますけども、ね。こういうプラモデルを作ったりとかね。あとはね、こういうミニカー、あとミニカーとか集めますけど、ミニカー集め付きね。
ミニカツミ大好きですよ。そして、プラモデル。あ、またプラモかい。またプラモデルね。プラモデル。そしてですね、やっぱりラジコンですか？ラジコンある？ラジコン、ビニールにかぶってたわ。ラジコンちょっと大きいんだよね、これね。ラジコン。ホットショット知ってますかね？昔、流行りましたね。ホットショット。ラジコン50台ぐらいあると思うんですけど。うわ、かっこいいね。かっこいいわ。おー、いいね、やっぱね。ってよかった。まあいいや、それはいいんですよ。かっこいいのはいいんですよ。もうそれは分かってることだから。はい、というような感じでですね、生きております。ほんでね、なんかこう、まあ、多分、こんな動画を見るって人はさ、今会社に行っててしんどくてさ、なんか、そんなストレスのない暮らしができたらいいなって思ってると思うんですけど、割とですね、すぐできる方法としてはですね、生活費の圧縮？生活費の圧縮ですね。これが実現できれば多分、割とね、誰でも今すぐでもできるんじゃないですかね。まあ皆さんが今会社に行かれてて、まあ平均所得が20万円ぐらいですか、手取り。うん、あると思うんですけども。で、いつも多分カツカツの生活をしてて、この会社を抜けたらもう生活が成り立たないって思い込んでると思うんですよね。なぜそうなってるかっていうと、ちょっとこれがこう資本主義社会の、なんていうのかな、罠みたいなもんですか。これがなきゃ、不便、不幸。なんか、これがないと、なんか社会の脱落者みたいな。っていうふうな、インプットされてるんですよね。あ、なってる。実は、幸せに生きていくためにはいらなかったりするんですよ、そういうのって。まあ、それは何でしょうね。人間っていうのは実はあんまり進化してなくてね、原始時代から根本的に人って変わってないっていうふうにも言われてますけれども。まあ、ご飯が食べれて、安眠できる場があれば、まあ電気、水道、ガスぐらいですか、せいぜい。まあ大体こう幸せに生きていけるものは全部揃ってるんですよ。まあだって今戦争もないしね。まあ、こういう平和な日本、インフラが整った日本、道があって、電気が通って、ガスが出て、きれいな水が飲めると。トイレもきれい。まあ、こんな恵まれた環境を格安で生き抜くことができるわけだから、なんだかよくわかんないサブスクに加入したりとかね、まあ、わけのわかんないスマホ契約したりとかね、まあ、そういう無駄なやつ全部やめて、サブスクリプション全部やめて、やっていけば、あれ？生活費って実はこれだけで生きていけるじゃんみたいなところ、まあ、そこら辺に気づいて実践していくだけでも、だいぶ人生って好転して、まあ僕の場合はね、投資なんかもやってますけど、投資しなくていいんじゃないかな。単身だったらね、月10万円以内で生活することっていうのは、まあ割とできるんで、月10万円稼ぐんだったらね、別に会社員でいる必要はないんで、要領のいい人だったらね、YouTube とかブログとかで簡単に10万円っていうのは稼ぐことが可能です。まあ、そういったのでね、社会に縛られずに、まあ、そういうのができない方は、まあ別にアルバイトでもできるじゃん、10万円とかだったらね、そんなに朝から晩までフルタイムで働く必要はございません。いいんじゃないですか、それで。ねえ、そういう生き方もあるということでね。ほんで、その中でも収入と支出の差を最大化して、その差額を投資に当てると。ね、インデックスファンドとかに当てて、まあ、その蓄積がね、将来、利回りを生んでですね、またさらに楽な暮らし作りができると。
いうことをね、ぐる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 繰り返していくんですよ。ぐる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 。生活費を圧縮する、収入と支出の差を最大化する、その差額を投じる。そして目標金額に達したら、その利回りを享受して楽に生きるということをね、くる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 9年間繰り返していったら、最終的に月の労働時間が3日になっちゃったというような、まあ、そんな感じですかね。まあ、ディティールはちょっと違うかもしれませんがね。まあ、そんな感じで達成することができました。はっきり言いましょう。YouTuber になることは難しいです、ぶっちゃけね。ただ、こういったファイヤーであったり、セミリタイヤ、サイドファイヤー、これは割と、まあ、今すぐでもやっちゃえばやったなりでございます。なんとかなるもんです。まあこの辺はね、本当に自分次第なので、万人におすすめできる生き方ではございません。でも、なんかちょっとこういう生き方ピピッときてね、あれ、俺でもできんじゃねって思った方はね、ちょっとトライしてみる価値っていうのは十分あるんではないかなと思います。信じるか信じないかはあなた次第だし、これはあなたの人生ですので、どうするかは自分自身の判断です。